どうもドズルです。はい、ということで本日もこちらドズラジお送りしていきたいと思います。毎日いろいろなテーマに関しておしゃべりしていくこちらのコーナー、本日のテーマは5月最終日ですね。今日5月31日なので5月の振り返りと、そして6月の活動方針について話していきたいと思います。まあね、こういう動画はあんまり人気ないんですよ多分あんま再生数つかないけど、まあそれでもね、こういう内容の動画を聞いてくれている視聴者さんっていうのは、いつも応援してくれてる方の中でも、すごいね、こう僕の活動とかに興味を持って、見てくれたり聞いてくれたりしている方だと思うので、まあ、しっかり、こういう動画も作っていきます。で、5月の、目標は YouTube 上での私の目標は1日6本投稿だったんですよね。1日6本投稿して、まあ、どれぐらい大変かとか、その数値的に1本あたりの再生数がじゃあ落ちるのかとか、トータルどうだったんだっけみたいな感じで、テストプレイで1日6本投稿してみました。で、目標の6本なんですが、1回体調崩したのと、まあ、1日5本しか上げれなかった日もちょこちょこあるので、6本は行ってない、平均6本は行ってないけど、まあ1日5本は超えてます多分平均ね。だから月で150本は上げれたかなといったところで、過去150本月で上げた月はね初めてですね長い YouTube 活動において、最多の月となりました。だから見る側からするともう全部見切れないよとか追いつかないよっていうこともあったかもしれませんが、たくさん見てくれた方ありがとうございました。で、学びがねやっぱ多かったですね。たくさん上げることによってこう試行回数が多いじゃないですか。この動画受けるかな受けないかな、上げてみる、あ結構再生数ついたとか、コメントの評判良かったとか、この動画受けるかな受けないかな、上げてみた、あんまり良くなかったなみたいな試行回数が単純に増えるので、たくさんの学びがあったのと、あと自分の、今後の活動において、あこれ結構いけるなみたいなやつが見つかったので、それは大きいなと思いました。で、私がこの5月にたくさん動画を上げて、再生数もねかなり良かったんですよ今月は。過去の中でもかなりこう上位に来るぐらい、5月、かなり成績が良かったんですけれども、まあ、成績みたいなもんだよね。みんなの、学校の成績みたいなもんで、私も YouTube 活動をメインでやってるんで再生数、月間再生数っていうのが私の、まあ、通知表みたいなもんなんですけど、まあ、かなりこう今回は、いい感じだったかなと思います。で、学びについてっていうか、なんか自分で今月気づいた点が何個かあって、一つはボンジュールさんとのコラボ、ドズボンコラボはすごいこうしっくりくるなと思ってます自分の中で。で、ドズボンコラボあんま好きじゃないって方もいるかもしれないけど、まあ、やってて楽しいし、すごいこうトークの息も合うし、性格とかもこうぴったりなんで、まあ、別に誰と会わないとかはないけど、基本私誰とコラボしても会わないって感じたことはないんだけど、それでもボンさんは特別ね、こうトークの波長が合うって言ったら伝わるかな、なんかこう永遠に喋ってられるんですよカメラ回ってなくても永遠に喋ってられるぐらいそのトークの波長が合うんで、ちょっとドズボンコラボは今後武器にしていきたいなと一つ。そして、あともう一つは人狼ですね。今クラロアメインで活動していて、人狼とこのドズラジ、この2つはすごいこう今月から始めてみたコンテンツですよね。確かドズラジは5月ぐらいから、4月末か5月から始めたコンテンツだと思うんですが、割とこういろんな人に好評で聞いてるよって言ってもらえたりだとか、あとやっぱりこう冒頭にも言ったんですけど、ドズラジ聞いてくれてる方っていうのはすごいこうドズルの活動をしっかりね見てくれている視聴者さんだと思うので、そういった意味でもこのドズラジは続けていきたいなと。でクラロアメインはまだまだ続けていきたいなと思っているんですけれども、プラスアルファで、ドズラジクラロアプラスアルファの人狼、ワンダと巨像とかオオカミゲームとか他のゲームもいろいろやったんですよ今月は。ダンジョンメーカーとかいろいろやってみたんですけれども、一番自分にこうぴったりくる、あそうだ5月頭の方はあれもやってたよね、荒野行動とか、それこそフォートナイトとか、いろいろ本当にやって、今月はもう本当にチャレンジの月だったんですけれども、まあ、その中で自分にぴったりな、ゲームとしてやっぱりこう人狼を見つけれたっていうのが今月の良かった点というか、だから、まとめると、まあ、今後ね、6月の活動方針としては動画の投稿本数ちょっと落とそうかなと思ってます。6本投稿から、まあ、4.5 ぐらい、だからちょっと1日1本ずつぐらい減るかなと思うんですが、4本投稿、クラロアクラロアクラロア2本とクラロアクラロア、
人狼、ドズラジ、この4本をベースにしつつ、プラス生放送だったり、プラス、新着のなんかこうな、人狼が2本上がる日もあれば、クラロワが3本上がる日もあれば、ドズラジが2本上がる日もあればみたいな感じで、まあ、この4本プラスアルファで、6月は活動していきたいなと、本数に関してはね。で、そうですね。で、ドズボンコラボも強化していくし、あとはあのドズラジも続けていくし、人狼については、もっともっと上手くなって、まだまだ人狼初心者の域を出ていないので、まあ、もっともっと上手くなって、人狼好きな人も、ドズル好きな人も見て面白いようなで動画作りっていうのもやっていきたいなと思っております。で、ワンダと巨像と狼ゲームに関して、これ結構ね、あのどうなったんですかって質問をいただいているんですが、ちょっとね、あの初めの方は1万再生いかなかったら打ち切りって言って始めたんですが、全くいかなくて1万再生でもやっぱりこう、なんて言うんだろうな、ワンダと巨像がめちゃめちゃ好きな人はもう自分でやってたり、他の実況者さん見てるけど、まあ、私のね、ドズルのワンダと巨像を見たいって言ってくれてる人がいるのは、いるので、まあ、そういったところですごい悩んでて、で結論としてはどこかで生放送でやろうかなと思っております。でそれは近日中ではなくて、もうちょっとこう地盤ができてというか、生放送の、ドズルの生放送っていう、こうブランドがもう少しできてから、ワンダと巨像の寝れませんだったり、あとは狼ゲームの寝れませんだったり、まあ、そういったところでね、やっていきたいなと思っておりますので、まあ、ちょっと気長に待っていただけると幸いでございます。なんで一旦、いろんなゲームに手を出していたんですが、一旦人狼とクラロワと、そしてドズラジ、この3本のコンテンツをもう少し武器を、研ぐというか、しっかりねコンテンツとしてコンテンツ力を高めていくのが、まあ、6月の目標にしようかなと思っております。まあ、生放送はね、その3つ以外もいろいろやっていこうかなと思っておりますので、そちらもね乞うご期待というところで、今月の振り返りと、そして6月の活動方針についての、ラジオでございました。またね、ドズラジのテーマとか、コメントで募集常にしておりますので、なんかこういうこと話してほしいなとか、こういうことみんな興味あるんじゃないのみたいなのあればね、テーマこちらコメントしていただけると幸いでございます。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、またこれからもね、応援よろしくお願いいたします。ご視聴よろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。